にゃんにゃん、どうも、こんにちは、シュン TV シュンのシュンです。シュン TV シュンのラジオトーク、第161回、パート161、2020年9月17日のラジオトークですってことですね。今日のラジオトークも昨日に引き続いて3周年企画のことをね、まあいろいろ喋ろうかなと思います。ね、まあ昨日ともしかしたらね、もう同じこと言うかもしれないんですけど、ね、11月25日で、まあ3周年をね、迎えるわけなんですけどね、新 TBC のチャンネル開設3周年を迎えるわけなんですけど、で、まあ、一応、声出しはね、まあ、今月で、まあ、1周年になります。あ、てか、声出し1周年企画もなんかやろうかな。声出し1周年、やったね。ありがとうみたいな感じでね。なんか、声出し1周年企画もね、やってもいいかもしれませんね。また、ツイッターの方でね、言おうかなと思います。ってことなんですけど、今日か、昨日から今日にかけてですね、今、ツイッターの方でね、アンケート取ってます。3周年の、企画、まあ、生配信でね、何がいいですかっていうね、アンケートを取ってます。4択、一応4択なんですけどね、1つ目、まあ、フォートナイトで1位目、まあ、1位取るまで、まあ、終われない企画。2つ目、まあ、3周年だろ?3 周年だろ?だから実写やってよっていうやつが2つ目。3つ目。3周年だよね。いつもやらない。ホラーゲームやってよっていうのがね、3つ目。4つ目は、生きよう、その他枠になってます。まあ、生きようなんやろ。なんかいい企画あったらリプ欄に書いてねってやつになってます。まあ、それ、1、2、3、4択ですね。生きよう、今日の、生配信始まるまで。だから16時台ぐらいにね、締め切りになるかと思います。もしよかったらね、アンケートに参加してみてください。ってことでね。一応、まあ、これからね、まあ、11月25日に向けてですね。けど、生配信何やろうかっていうアンケートとか、あと どんな感じにしようかなってアンケートをね、まあ、ちょこちょこね、取るかもしれませんけどね、それでね、なんか、盛りだくさんな内容にしたいので、ちょっとアンケートで意見をいただいて、それを元に、まあ、やっていく感じになります。ただね、11月25日まで、あと2ヶ月、50日ぐらいかな。まあ、頑張りますってことでね。今日のラジオトーク、こんな感じで終わりたいと思います。ってことで、ありがとうございました。また明日のラジオトークでお会いしましょう。ありがとうございました。